カステラ。はい、おはようございます。おはようございます。どうです。朝日です。さあ、というわけで今回は、なんかね、デュエルリンクスの攻略本が出たらしいんですよ。で、これにハーフデッキがついてるんで、ちょっとそれで対戦してみようぜっていう内容なんだけど、はい、まず突っ込みどころがすごい多くてね、これ、本のやつ、本の中、はい、それまあ、あんまり見せちゃうと良くないから、パラパラって見てくんだけど、私のなんかこういう戦い方をね、しなさいよみたいな、多分デュエルリンクス側のことが書いてあるんだけどさ、はい、でなんか原作こんな感じでしたよみたいなのから、この構築済みデッキ、っていうかハーフデッキの使い方みたいなのがここ書いてあるんですけど、このデッキから強化するならこんなんだみたいな感じで、ブラックマイさんデッキとかブルーアイズデッキが紹介されてるんだけどさ、はい、もう別物だよね完全にね、なんかフィットしてるのを使えっていうのじゃないですよね、もう内容が一応強化したレジェンドデッキともう一切無視したレジェンドデッキは紹介したんだけど、強化した方がブラックマンシャンに至っては本書同梱カード2枚しか使ってないんだよね。むしろここまで来ると清々しいですよね。清々しいね。ここで強化した方のブルーアイズデッキに至ってはブルーアイズホワイトドラゴンが本書限定以外はもう一切関係ないからね。もう何のためのなんかこう強化あなんかよく分かんないですけどていうかこのデッキ裏ら入ってんだけど裏ら入ってるんですけど、あれベーラーじゃねえしかもなんかもう何してるかよく分かんないですね。剣士いるのにベーラーじゃねえぞマジか剣士いるのにベーラーじゃないのすごいなこれ。なんか強いカード突っ込みました感がすごい。てかぶつかり合う魂っているのこれ、うん、はいっていう感じです。うん、はい、まあなんか興味がある人は買ってみてください。なんだろうね、このデッキのね見どころはね、新敵のこの初期絵のブルーアイズが入手できるよぐらいじゃない。あー確かにそれはありますね、うん、新敵の初期絵ってあんまないからね。てかパラレル仕様なんだけど確か。で見よう、開けて中ちょっとチェックしていこうと思います。はい、これおまけもらってね、開けづらいんですよね。あ、パラレル、ほんと、あ、あれ KC とかじゃなくて普通のパラレルなんだね。パラレルですね。うん。格子状のやつだね。昔さ、まだ今みたいに印刷技術良くなかったからさ。うん。パラレルの格子ってカードによって微妙に入ってる部分違うんだよね。昔のって。うん、そうなんですか。そう、多分格子状のなんか、その、フィルターっていうのがをこうカードに重ねてそれをカットしてっていうのなんだけど、要はフィルターだからさ、同じ点線じゃないんで、はい、等間隔でそのフィルターがカードなんかこのぴったしになるように用意されてるんだけど、フィルターバーっていうでっかい一面があって、それをこう何十枚もカード下に敷いて置いて裁断するみたいな形式だったと思った昔、はい、そのせいで微妙に格子の位置がずれてて、うん、ぴったり角にあって格子がついてるってあんまり昔なかったんだって。なかったんですか？ヤフオクのパラレルのカード探すと、格子ぴったりのやつありますとか書いてある。カードコレクターの面白い世界があるらしいですよ。はい、まあ、ブラマジー、レーモンの書。あ、こいつパラレルじゃない。あれ？あれ？ブラマジー以外これパラレルじゃないやつ？あ、ブラックマジック微妙に入ってるね。死のマジックボックスも久々に見たわ。自立行動でシルクハットがあるね。サークルが2枚。ブルーアイズもパラレルなんだね。ジェッチマンパラレルじゃねえな。会話デッキってどの辺？シーフォースぐらい。コロビアファーストストリーム。コストダウンは、あれだね、迷宮、リンクした時迷宮兄弟と戦わなきゃいけなかったけど。あ、すげえ、勇気の旗印はお世話になってます。こんな感じか。はい、これで対戦しとこうと思います。まあ、どっちかをね、使って、朝日くんと対戦していこうと思います。よろしければチャンネル登録や評価をお願いします。お願いします。 Twitter やブログで最新情報をお知らせしていますので、そちらもよろしくお願いいたします。よろしく。